電撃小説大賞といえば、過去にはソードアートオンラインの川原歴先生や、働く魔王様の和賀原聡先生、18の浅戸浅戸先生など、そうそうたるメンバーが何らかの賞を受賞している超有名な小説の賞ですね。こんにちは、バーチャルサイエンティストの卵のルーです。皆さん SF 作品って好きですか？僕はもちろん大好きで、例えばソードアートオンラインとか攻殻機動隊とか、そんな作品と出会って脳科学を研究したいって思うようになって、これまで大学で脳科学を研究してきました。こんな風に誰かの人生を大きく突き動かす可能性のある SF 作品ですが、この SF 作品と科学技術を組み合わせた面白いプロジェクトを見つけちゃいました。なんと日本の科学技術プロジェクトと SF 作家さんが手を組んで、2050年の未来の世界についての作品を作ろうっていうプロジェクトが進行中なんだとか。そのキックオフイベントが昨日実施されて、覗いてみたらとっても面白かったので、今日はその内容について皆さんに紹介してみたいと思います。論文でも学会でもない SF 作品という新しい科学技術の成果の形としてアウトプットする最新の科学のあり方について、興味がある人はぜひ最後まで動画をご覧ください。ちなみに僕はゲームの中に入り込むフルダイブ技術を実現したいって思って、皆さんに少しでも脳科学に興味を持ってもらえるよう、最新の脳科学やメタバース関連の最新情報を分かりやすく発信しています。脳科学やメタバースに興味がある、フルダイブを実現したいって思う人はぜひチャンネル登録をして最新情報をキャッチしてね。ではでは早速今日お話しする内容について、今日はこんな順番でお話ししていきたいと思います。1、科学技術プロジェクトムーンショットの紹介。2、今回のイベントの詳細。3、このイベントの今後の展開。それじゃあまずは科学技術プロジェクトムーンショット目標1について。今回紹介するイベントは科学技術プロジェクトムーンショット目標1が主催しているイベントなので、まずはその大元のムーンショット目標1についてお話ししますね。ムーンショット目標1というのは内閣府主導の科学技術プロジェクトで、その目標とはズバリ2050年までに人が身体、脳、時間、空間の制約から解放された社会を目指すというかなり挑戦的な目標を掲げるプロジェクトです。具体的にどんなことができるようになることを目指しているのかというと、例えば朝目が覚めて急に朝日が見たくなったら、富士山の山頂に置いてあるアバターに意識を乗り移らせて朝日を見て、次にスキーがしたいなって思ったらスキー場のアバターに意識を乗り移らせてスキーを楽しんで、今度は海で遊びたいと思ったら南国のアバターに意識を乗り移らせてダイビングを楽しむ、そんな未来の実現を目指して現在研究中です。他にも脳や身体データから健康やスキル習得をアシストするブレインアシスタントや、テレパシーを実現しようとするシンクコミュニケーションなどの研究を実施しています。詳しく知りたい人は以前こちらの動画で詳しく紹介しているので、ぜひ一度見てみてください。概要欄にリンクを貼っていますね。さてそれではいよいよ今日の本題ですが、このムーンショット目標1の IOB インターネットオブブレインズというチームが、新しい科学技術の発表の形として論文や学会発表ではなく SF 作品という形で発表することを考えているとの情報がありました。そのプロジェクトの名前はニューワールド。新しいという意味のニューと神経のという意味のニューロを掛け合わせた新しい脳科学の世界という意味で名付けられたプロジェクトですね。そのキックオフイベントが昨日あったので、その様子を紹介します。このイベントでは漫画家の久久さん、神経科学者の笹井さん、サイエンスコミュニケーターの宮田さんの3名で、テレパシーは使えるようになるのか、脳研究の最前線というタイトルで議論するという内容でした。イベントの進行としては、まず笹井さんからテレパシーに関係する研究紹介があって、その後テレパシーが当たり前になった社会とはどんなものなのか、や心が通っている状態ってどういう状態というテーマについてみんなで議論するというお話でした。まず最初にイベントが始まると、会場そしてオンラインで視聴している人に対して質問で、人生に影響を与えた SF 作品は何かというアンケートが行われました。一番多かった作品は何だと思いますか？正解は攻殻機動隊でした。やっぱり攻殻機動隊は脳とコンピューターを直結するっていう世界観を表現しているので、人生の価値観にも大きなインパクトを残した人が多いみたいですね。その他にもマトリックスやドラえもんなどの作品がたくさん出ていました。
この SF 作品がすごく馴染み深いというのは日本人の一つの特性かもしれませんね。次に笹井さんはテレパシーを開発するために脳のグローバルワークスペースについて研究しているという発表がありました。ちょっと難しい話になるんですけど、例えば自分が飼っている猫のタマについて誰かに話して情報を共有しようとするときに、そのタマっていう言葉にはいろんな情報が内包されているんです。例えばタマの種族は猫で、タマの色、形はこんな形、タマの手触りはこんなで、タマの匂いはこんな匂いみたいな感じで、一口にタマといってもその言葉はいろんな情報とつながっているんです。この見た目とか手触りとか匂いとか、そういった情報は脳の別々の場所で保存されているので、タマという言葉とそれに対応する情報をつなぎ合わせる役割を脳のグローバルワークスペースって場所で処理しているそうです。笹井さんはこのグローバルワークスペースの脳情報を読み取って、その内容を AI に読み込ませることで、ある一つのキーワードを与えたときにそれとつながる情報を抽出できて、その情報を他者に伝えることでテレパシーを実現しようとしているみたいです。これが実現すると、うちで飼ってる猫のタマがさーって話をしているときに、相手に一瞬でタマの姿形や手触り匂いなどをまとめて伝えることが可能になるっていうわけですね。言葉だけではなかなか伝えきれない情報を一瞬で間違いなく相手に伝えることができるようになったら世界が変わりそうですよね。それではテレパシーが実現した世界ってどんなことができるようになるんでしょうか。このイベントの議論の中で出てきたこととしては、スポーツのあり方とかは大きく変わりそうだなってお話が出てきていました。例えばサッカーでは試合中にリアルタイムに監督から選手たちに直接指示を送れたりすると、より高度な連携ができるようになって、チームスポーツの戦術がガラリと変わりそうですよね。また例えば就活も変わりそうだなってお話がありました。第一志望ですっていう言葉が本当に心の底から思っていることなのかが分かったり、質問に回答中の脳活動の情報を企業に送るだけで就活ができるようになるんじゃないのかみたいな話が出てきてて、とってもワクワクしました。またテレパシーで嘘がつけるのかという面白い話題も話に上がっていました。脳から情報を直接読み取って、その情報を AI で人間に伝わる意味に変換して、その情報を他者に伝える、こんなテレパシーの仕組みの中で嘘はつけるのでしょうか。笹井さんによると、脳活動から情報を読み取る段階ではその人が本当に感じている内容の脳活動が記録されているわけなので、それを直接転送するともちろん嘘はつけないけれども、 AI で変換するときや他者に情報を伝えるときなどに情報の中身を正反対のものに書き換えるプログラムなどを使えば可能かもしれないと話に上っていました。こういうもし何かが実現したらどんな世界が待っているんだろうって妄想を膨らませるのってとってもワクワクしませんか。テレパシーが実現する世界、とっても面白そうですね。このイベントではその他にもドラマがなくなるんじゃないかとか、心が通ったなって思う瞬間ってどんな時なんだって議論がされていて、とっても面白かったです。イベントのアーカイブが今のところ残っているようなので、気になる人はぜひ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきますね。さて、こんな感じでテレパシーのある世界について議論してきたこのイベントですが、今後どのように展開していくのでしょうか。なんとこのイベントで実施した議論をもとに、漫画家の久久さんが作品を作成することが決定しているようです。ムーンショットプロジェクトが目指している2050年のテレパシーが使える社会での世界観で作品を作るっていうわけですね。こういった SF 作品と科学技術プロジェクトのコラボってこれまでにない取り組みだと思いませんか。僕自身としても VTuber というエンタメと科学技術を組み合わせることで、よりカジュアルに科学を楽しんでもらいたいっていう思いで活動しているのですが、そんな活動を日本の科学技術プロジェクト単位で実施するっていうのはとっても興味深いです。この調子でどんどん科学をエンタメの力を使って盛り上げる活動をしていきたいですね。また今後の情報第2弾として、この科学技術プロジェクトムーンショット IOB と新たな SF 作家のコラボレーションが発表されました。なんと電撃小説大賞で入選した人間六度さんがこのニューワールドのプロジェクトに参加することが決定したそうです。電撃小説大賞といえば、過去にはソードアートオンラインの川原歴先生や働く魔王様の和賀原聡先生、18の浅戸浅戸先生など、そうそうたるメンバーが何らかの賞を受賞している超有名な小説の賞ですね。
ムーンショットが目指す2050年の未来を舞台に SF 小説を書いていただくということで、これまで多くの人に影響を与えた広角機動隊やソードアートオンラインのような新しい未来を示す物語を作ってくれるかもしれませんね。とっても楽しみで今からもワクワクです。今後も科学技術×SF 作品のプロジェクトニューワールドについてどんどん盛り上がっていろんな SF 作品が生まれてくるといいですね。というわけで今回は科学と SF 作品を掛け合わせた新しいプロジェクトニューワールドについてお話ししてきました。論文とか学会とは無縁の一般の人にとってSF 作品という形で未来の科学技術や現在の科学技術ってこんなことができるんだよということを伝える新しい科学のアウトプットを生み出したムーンショットプロジェクトには驚きですよね。僕の活動も含めてより多くの人によりカジュアルに科学の面白さを伝えようとする試みは最近どんどん進んできていると思うので、皆さんももし面白い科学を見つけたらどんどん応援してあげてください。これからもこんな感じで最新の脳科学技術やメタバース技術について分かりやすく解説していきますので、今日の動画が面白かった人、ためになったよという人はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。